ございます。ちあこです。今日はですね、レッスンの前に抗原検査がありまして、今結果待ちでございます。あのね、劇場の入り口ですね。あそこが客席に行く入り口なんですけれども、このコートとか荷物とか預けるところが全部ですね、今検査場みたいな感じになってます。で、結果が出るまで待たないとあかんので。今日これからすぐにピラティスあるんですけど、間に合うかな、大丈夫かな。で、仕事初日はちゃんとしたリハーサル撮影できなかったんですけども、今日は多分ちゃんとしたリハーサルがあると思うので、リハーサルの様子とかをね、撮影していきたいと思います。そして今日はちょっと悲しいお知らせもありますので、ちょっと落ち着いたらですね、ゆっくりお話ししたいと思います。それでは今日一日の仕事の様子と悲しいお知らせ、いってみよう。陰性でございました。めっちゃ早く出た。でもピラティスまで全然時間がないんで、急いで着替えてピラティスとレッスン頑張ってきます。リハーサルが終わってちょっと15分ぐらい休憩があります。で、ちょっとお腹が空いたのでスナックを持ってきております。これはですね、アブちゃんおすすめのアイハーブのスナック。どこにちょっとポンって写真貼っときますけれども、なんかブラウニーのカリカリしたバージョンです。美味しい。これ袋食べたら結構なカロリーなんですけど、11ピースで100何キロカロリーとかなので、まあちょっとつまむ分にはいいかなと思って、小腹が空いた時用にたまに食べてます。で、これ結構噛み応えがあるので、ガリガリしてるから結構ね、ちょっとの量で満足するから、はい、ではリハーサル頑張ります。皆さん、もうすでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、いつもちあこチャンネルに出てくれてた双子ちゃんのさくらさんとすみれさんが、このスロバキアのバレエ団を去りました。どう、10年、もう最初来た時から一緒やったか、さくらさんとすみれさんと。10年間ずっと一緒だったからね、悲しいけど、まあ、あのね、日本で頑張って、そうやね、日本でも踊ってるから、こっちでも頑張って踊ろう。そうやね。しか言えないけど悲しい。悲しい。2人がいなくなったり、普通にこの劇場の日々が過ぎていくのがちょっとなんか寂しい。実感があるようでないようでって感じやけど、まあ2人は日本のバレエなんで、はい、引き続き現役で2人踊るので、
日本にいる皆さんも見に行く機会が、ね、逆に増えるかもしれない、まあ、どこかはまだ言えないんですけども、まあ、伝えれるのであればまたいつかお伝えしたいと思います。本当に悲しいけどね、しょうがないね、私たちは私たち でここで頑張るしかないもんな、もうね、これからも今シーズンもまずは今シーズン乗り切ることやね。来てくれました、早速こんな風にアレンジして来ていただいております。以外でもひやこチャンネル出てください。はい、2人の分も一緒にお願いしてます。はい、ということでお昼ご飯でございます。めっちゃお腹すいた。で、今日の献立はですね、ちょっともう汚いんですけど、春雨サラダと塩麹で鶏肉焼いたやつと、あとはもやしと鶏肉の和え物でございます。まあ、見せられへんけどこんな感じでほんまに詰め込んで持っていきます。めちゃめちゃリアル。たまに食べてる量少なっていう方もいるんですけど、あのね、もうがっつり食べてたら次のリハーサル動かれへんから、これはね、仕方ないです。私こうやってご飯入れて持ってきてますけど、あんまりちゃんとご飯食べない人も多いですからね。はい、ということでリハーサルが終わりましたので、もうお家に帰りたいと思います。キューピッドのリハーサル2日目やったんですけども、途中から監督が来てですね、緊張しましたよ私は。はい、来週からもキューピッドバリバリありますので、しっかり気合い入れて頑張ります。それでは本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画も楽しんで見ていただけましたら、ぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。